はい、お疲れです。えー、っと、この後、G1 の、えー、2日目ですね。大阪2日目がありますんで、この後現地行ってくるんですよ。で、えー、ちょっとまあギリギリなんですけども、えーまあ、今日の結果の、まあ、僕的な予想ですね。はい、えー、ちょっと喋っていこうと思います。ちょっと時間がないんで、もうパーって喋っていきますね。まず第1試合、えー、注目の、えー、一部界隈には注目ですね。はい。 意味合いについてはちょっと省きますけども、えー、注目の第1試合が、サナダ VS カラム・ニューマンですね。はい。この試合結果はズバリ、サナダの勝ち。サナダが4分で勝つ。はい。そんな感じで見てます。昨日の4分負けのリベンジ。逆に今日はサナダが4分でカラム・ニューマンに勝つ。はい。で、えー、第2試合、ボルチン対ヘナレ。この試合は、 ああ、ボルチン怒涛の2連勝。ああ、やりそうな気もしなくもないけども、うーん。ヘナレかな。はい。ヘナレの勝利。えー、第3試合、王冠対ゲイブ。はい。ああ、これ、ゲイブ、ゲイブがー、2連敗ゲイブ、なんか勢いが止まりそうな気がしなくもないから、ゲイブの勝利にしましょうか。 はい。第4試合。ファンタズモ対成田。ファンタズモ成田。ああ。迷うな。ああ。どっちだここでファンタズモが勝って、ポジティブファンタズモになるのか、また負けてネガティブファンタズモ絶賛継続か迷うな。ああ、ここは成田が勝って、ファンタズモ2連敗、ネガティブファンタズモ絶賛継続と、 え、予想します。えー、第5試合、ジェイク対イーブル。はい。この試合は、ジェイクの勝利。うん。なんか、昨日、予想以上に、ジェイク・ツエーを、見せつけられたんで、はい。だから、このジェイク・ツエーの勢いを持続させるためにも、ここはジェイクが勝つ。そんな感じがします。で、次が、え、第6試合、後藤対上村。 この試合は、ああ、後藤上村か。うーん、昨日上村勝ったしな。ああ、上村怒涛の2連勝。なくはないけども、ここはなんか後藤が意地を見せそうな気がするので、後藤勝利。はい。で、第7試合、海野対高木。この勝者はズバリ900、900%高木の勝利。うん。海野は、 えー、連敗続きで、スランプ海の、次期エースが不調みたいなね。なんかそういう演出もしてきそうな匂いしかしないので、高木の勝利。うん。で、次がセミ第8試合。内藤対ザック。うわ、これも読みづらいなここで内藤選手負けると、昨日の高木に続いて、連敗なんですよね。IWGP 王者が連敗スタート。 うわぁ、なんか、やりそうな気もしないんいやーなんかやりそうだけども、どっちだあー内藤勝利かな内藤が、丸め込み系かなスイング、え首固めで勝ちそうな気がします。んで、メインイベント、フィンレイ対辻。ここは、辻が勝ちそうな気がしますかね。うん。で、辻が勝って、 で、でがメインで締める、うん、なんかこんな感じがしますかね。はい。っていう感じで全9試合。昨日の開幕戦がやっぱカード的にやっぱ強くてそっちのインパクトが大きいんでちょっとね2日目、あーまあこんなもんかぐらいなちょっとラインナップですけどもね。うん、竹下が今日 田中将人とのね試合で DDT 出てるんでまあ今日竹下が出ないっていうのはねちょっと物足りなさ的なのを感じますけどもねはいまあまあ、まあ、言ったら言ったで面白いでしょうんまあそんな感じですかねはい以上ですはいまあてな感じでい,、えー、いろいろ予想しましたけどもまあ結局何言いたかったっていうと昨日の辻竹下で圧倒的な余裕を見せた竹下の試合を見た後だから田中将人っていう つえ、おっさんのあのベテランに対して、竹下がどういう試合を作っていくのか、これ結構楽しみなんだよね。ってこと。